学園ハンサム私たちも固唾を飲んで見守っている。はっはっはっ。この激しい運行指導にかならないかな。なんて躍動感のあるうんこだ。これをこの時間で書いてしまうなんて他の部員も感動している。ふぅ、なかなかいい出来だな。なぜうんこを書こうとした。芸術っていいよな。はい。自分の中のイメージを作品にすることで、うん、新しい自分に生まれ変わったようなすがすがしい気持ちになれる。うんこを出したいよな。お前そんな気持ちになったことはあるか。ああ、はい。でも絵を描く先生を見て芸術にとても興味が湧きましたそうか。お、今日はもう終わりだ。終わりですか。入部したくなったらいつでも言えよ。はい、またな。はい、またです。おやすみ。どうしようかな。美術部も面白そうだな。行ってきます。遅刻する。ぶつかった。またあなたですか。あ、ごめんなさい、うんこ。あなた相変わらずドジな人だ。何の注意もせずぶつかってきて、ああ書類が散らばってしまった。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。今すぐ拾えます。はい、どうぞ。早いですね。どうもありがとう。いえ、私の書類を拾ってくれたのはあなたが初めてですよ。あ、本当に？ちょっと出れた？昼休みか。よう、うん、昨日は部活の見学に来てくれてありがとな。いやいやいや、これから部室に行かないか。一緒に危険のティータイムをたしなもうぜ。あ、デンジャーな感じ。はい。よう、うん、ツレションしようぜ。ツレション。なんだお前。ああ、今から俺と美術部に行くんだ。あ、まあ、そういう話ですね。うんうんうん。この前の怪我大丈夫か。大丈夫。俺がなでなでしてやるから、こんなやつほっといて行こうぜ。なでなでされたい。はっ、コーナー一の不良ったって、所詮は青い風つ。俺みたいな大人のセクシーな魅力の方が合うんだっていいに決まってるだろ。一体何が始まるんです。ベビーパウダーが何言ってるんだか。こんなショタガオ教師をしといて俺とツレーション決定あ、ぶっちゃけありえない。もちろん俺とセクシーハネムーンだよな。俺とツレーションパラダイスに決まってんだろ。そうだよな。強引なんだな。放課後か。じゃあ校長室行きましょう。よう、6人分で何か用か。いや、なんでもないです。じゃあ、またな。あれいろいろ話は聞けないのかしら。君は鏡くん、小山くん、あなた生徒会に興味ありますか。生徒会ですか。あなたの優しさに生徒会の人間としての資格を見出しましてね、うん、はあ、どうです、我が高貴なる生徒会室の全貌を見てみませんか。まあ、じゃあ見るだけなら、行きましょう。見るだけね。我がバラモン高校の生徒会は高貴なるメンバーたちが50年の歴史を支えてきました。あ、そうなの。勤勉さ、上品さ、うん、そして高貴な人柄を兼ね備えた人物だけが生徒会のメンバーになれるのです。うん、上品だ。僕はその高 IQ と繊細かつ麗しい容姿で生徒会長の座に君臨することができました。そしてあなたにはこの高貴なる生徒会の人間となるにふさわしい、だからあなたを誘ったのです。ありがとうございます。僕はその条件に当てはまらない気がするんだけど、どんなフィルターがかかっているんだろう。あら、さあ入りなさい。ひらがなで生徒会室、バラ色の生徒会室へようこそ。よくそう、うん、普通じゃない。なんてことを言うのですか。この麗しきパイプ椅子、うん、儚げなニュアンスを醸し出すホワイトボード、うん、そして深き闇を優しく照らし出す蛍光灯、あなたはこの美しさがわからないのですか。わかんない暴力は良くないよ。そう、私にもわかっているのです。この生徒会室は麗しくなんかない、ただの小汚い豚小屋。そこまでは言ってない。我が生徒会はかつて
確かに素晴らしい高貴さを保っていました。しかし、私の代になった途端、生徒会は陥落。陥落。他の役員はどんどん辞めていき、うん、今や役員は私だけ。一体何がいけないのでしょう。性格じゃないかな。あ、今朝書類を拾ってくれるあなたを見て確信しました、はい、あなたのこの優しさは生徒会のかつての輝きを取り戻す力がある。どうですか、生徒会の役員になりませんか。役員になったら部活入れないんじゃないの。部活入りたいから入りません。ふーん、シッツシッツ、嫌われちゃった。おやすみ。その夜、僕は夢を見た。あ、またこの夢か。いいよ、目覚めるのだ。急にかっこいい。我が名はしがりずしんごりか。この世界の救世主。しんご、しがしんごくん。冷えっぽい人か。おっぱっぴーか。よ、一刻も早く目覚めて、世界を救う戦士となろうぜ。あらま、なんだろう今の夢。6月雨上がりに揺らめく愛。もう6月か、今月も頑張るぞ。お兄ちゃん。あいよ。ゆう、どうしたんだ。どうしたじゃないよ、今月はたくやお兄ちゃんの誕生日だよ。あ、マジか。誕生日プレゼントをあげれば、うん、2人の距離はぐっと縮まるよ、うん、またとないビッグチャンス。そうだね、プレゼント買いに行こうよ、うん、じゃあ行こうか。カロリーメイト買いに行こう。カロリーメイト、神の食べ物って言ったし、うちに来てみました。何がいいんだろう。スナック菓子オルゴール、ゴミゴミ、ゴミ渡してみていい。いい、ゴミ渡してみたいんだけど、いいですか。ちょっとゴミにしよう。ヤクイもきっと喜んでくれるはず。こりゃ素敵な誕生日になるぞ。マジキチか。おやすみ。まあ若干喜びそうではあるけど、タック。よ、うん、どうしたんだ。タクヤ、今日誕生日だったよね。これプレゼントだよ。ゴミ。うわー、ゴミだ。いい加減にしろ。あ、怒られた。さすがに怒られたか。おやすみ。怒られちゃった。ヨハン。はい。おはようございます。そういえばお前、どこの部に入るか決めたか。はい。これ入部届だから、合格までに書くんだぞ。はーい。実は西園寺先生サッカー部、剣先輩がいるんだよな。サッカー部に入りましょうかね。サッカー部。サッカー部に入るぞ。放課後入部届出しに行こうと。剣先輩狙いで行こうと思います。失礼します。タクヤとご飯を食べようかな。あ、そうだね、ゴミ渡したからね。ゴミ渡したからさすがにな。あら、猫ちゃん、おっぱっぴーだ。今日は猫を抱えている。よし、頑張って話しかけてみよう。その猫かわいいね。どこで拾ったの。死ね。